ハリーウッド帝国バブリーヒルズ白書に挑戦です。なんだかお金がたくさん貯まりそうなタイトルですね。弾けますが、ではゴー。大軍が押し寄せてきますが、はっきり言ってしまえば弱いです。ここはライオンに頑張ってもらってお金を貯めていきます。大狂乱だと安心ですね。速さが全然違いますから、レベルがどんどん上がっていきますがすごいですね。ですが調子がいいのはいつまでも続くことではありません。なんです、あの黒い怪しい奴は。どこまで通用するかわかりませんがムートで叩きましょう。速攻ではないんですよね。残念ながら、出てくる敵のおかげで速攻はできません。ダチョウが出てきましたね。ここから弾けてしまいます。タッキャンを倒せればよかったのですが間に合いませんでした。いろいろ出しましたがメガロが真っ先にやられます。そんなこと言っていいんですか？タッキャンが二人いる時点でご察しください。メガロの攻撃はすごいですがタッキャンもものすごく強いです。射程で勝っていますのでやりたい放題。御霊の攻撃を受けたらヒットバックするので非常に面倒なことになります。どうして麦わらテサラン使わなかったんですか？なんと言いますか大軍で押し寄せてくる場合そっちを優先して攻撃してしまうため有効じゃないんですよ。ああ、遠距離攻撃ですからね。しかしダチョウが面倒ですね。ジェンヌを出し続けるのはなぜです？足元のバブルの原因を片付けながらダチョウを叩くためです。まあ壁役がしっかり機能していれば有効といえば有効ですね。さあさすがのガオウもタッキャンの攻撃を受けすぎてやられてしまいました。開始から2分経ってませんか。経済は内部告発など様々な要因で急激に変化します。国が赤字だからという理由で消費税を上げるとどうなりましたか。消費が減りより赤字が増えました。もっと細かいことを言いますと変化に対応できない商店やスーパーなども増税というだけで閉店に追い込まれました。国政を担う以上起こした失敗は償ってもらいたいものですね。と、言いますと、出した損失分のお金は返していただきたいところです。そんなことできるわけないじゃないですか。だったら自己破産ですね。実際働けなくなった人たちは迫られるのに国家公務員は関係ないでひどい差別です。それはまあなんと言いますか。職務を遂行できるからこそその仕事についてるわけです。挽回できない失敗をしたなら相応の責任ぐらいは取っていただきたいものです。はっきり言ってしまえば政治家は甘えすぎです。そこまで言いますか。汚職以前に仕事があるんですから 100% の成果を求めるは必然。それを無理と言うならばさっさとやめていただきたいものです。曖昧な態度で時間を浪費するのがどれだけ罪なのかわかっていないんですよ。まあ時間は過ぎてしまえば戻りませんからね。即断即決、100% 以上の成果、政治に求められるのは最低でもこれが基準です。それはいくらなんでも難しいんじゃないでしょうか。職務についてしまった以上言い訳は通用しません。無理、できないは許されなく、失敗には相応な罪を負っていただかなくてはいけません。厳しいですね。巻き込まれるのは国民なんですから当たり前です。政策が変われば潰れる企業は簡単に潰れます。法はそれだけ強いことを忘れてはいけません。努力したなんて言葉は一切意味がありません。家庭を尊重しつつ結果を出す。それが当たり前。勝利。結局弾けることなく戦いは続きました。できれば面白い話してください。今回のテーマに合わせたつもりですが、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次回予告。戦いはより激しさを増して何個軍団に襲いかかる。大丈夫なのでしょうか。いろいろと。子役上がり。交互期待。